フジワランドです。さあ本日はですね、はい、韓国のスーパーマーケット爆買い企画でございます。なんてお店でしたっけ？イエスマートイエスマートっていうところに、行ってきまして爆買いをしてきました。買ってるとこはまあ僕も当然見てましたけど、まあよくは知りません、うん、で韓国企画といえば、フジワランド的には玉造さんが、韓国もの大好きなので玉造さんにも来てもらいました、はい、よろしくお願いします。で玉造さんからも買ったおすすめのものを持参していただきましたので、うん、ですので今日はそれを紹介した後に爆食いしていきたいと思います。よろしくお願いします。フジワランド。さあじゃあまず玉造さんから教えてもらおうかな、うん、普通のものなんですけど、はい、うん、ハムジャメ。ハムジャメ、これじゃがいもで作った麺で、うんうん、スープは白いんですけど、はい、辛い。辛いんだこれ。へえ、美味しいです。美味しそう。いいね。ハムジャメ。じゃがいも麺大好き。はい、そして、で、何これ？大好きだよ。エゴマの葉のキムチ。あ、うまいなこれ。うん。よく行く韓国料理屋さんで絶対食べる、うん、ね、これないって言われた時、ないんかいって。エゴマの葉も買いたかったんだけど売り切れだったの。あ、エゴマの葉、あ、いい、さすが。はい、そしてこれはもう韓国ドラマに絶対出てくる、出ましたね、チャミス、うん、出ました。これマッコリよりもこっちの方が見るもんね、ドラマでは、うん、俺が間違ってなければイテウォンクラスの第1話でお父さんが酒の飲み方を教えるやつがこれね。その酒は甘いか辛いか苦いかみたいなやつね。あとこうさ、ビールとさ割ってさ、こうやってさ、なんかさ、ポンとかってやるよ。あ、爆弾、爆弾臭、爆弾臭、うまそうに見えんのよね、いいですね。私飲めない。そうなんですね。ちょっときつすぎるかな、読めない。きつすぎるから、こう回してエルボーすると美味しくなるし。あ、でも見たことあります、あります、あります。あの、逆にしてこうやって、あ、で、こうやって回すんですよ。そうそう、で、エルボーするんです。エルボーってどういうこと？ここでこう、そうです。今美味しかった。あ、もうちょっとやんないとあれかもしれないですけど回して、なんでかこんな、でもあるよ、そういうシーン。そこをこうトントンって叩く、そこを、そこでしょ、ここで、はい、ってやったら美味しくなる。やる前とやった後で比べた方が良かった。今フジワランドの撮影してるのに、うん、どうして透明のテープ2枚ちょうだいっていうの？透明のテープ2枚って何言ってんのよ。はい、じゃあ次は嫁ランドのものを紹介していきましょう。嫁ランドのものというか、まあ、藤原家だね、うん、透明のテープ2枚とにかく買った。今回も2枚だよ。もうほんとパパに似てるんだよ。何が？テープで遊ぶの、うん、あとわけのわかんねえ時に余計なこと言ってくんのはお前に似てるしな。なんで？私はそんなことない。私はちゃんと仕事するよ。じゃあ嫁ランドが買ってくれたものを紹介していきたいと思います。はい、はい、臭いキムチ。なんか俺はイエスマートが作ってるやつ。うん、まずはそらそうよね。うん、はい、こちらなんか自家製なんだって、うん、スーパーの、はい、そして、まあ、これはチビランドちゃんが大好きだからね、うん、ふりかけ、韓国のりのふりかけ、はい、そしてこれキムチの素。素、うん、私たちの大好きな韓国料理屋さんでさ、はい、セロリキムチ出てくる、うんうんうん、あれは漬け込んでるっていうよりさ、あえた感じね、生のキムチにあえた感じのがポッと出てくるじゃない、それができるんじゃないかと思って。なるほど。これでもちょっと青い野菜みたいなのが入ってるな、うん、ニラみたいな、ニラかな、入ってる、ね、はい、じゃあなんかちょっと今ある野菜つけてみましょう。そう、今はキュウリぐらいしかないから、ちょっとやってみよう。キムチ的なのをやってみよう、うん、ほらこれやってたんだよ。ズッキーニじゃなくて本物のこのなんだらなんだらかぼちゃ。あれ何の貝や、小鉢の貝か。そう、1週間小鉢の貝で、うん、ズッキーニでね、いつも作ってるんだけども、うん、出たんです、このかぼちゃが。韓国かぼちゃっていうのこれ、多分ね、うん、レシートになんて書いてある。ごめんなさい。何がごめんなさいなの？あ、開けたのね、あなた。こうやって隠蔽工作するとこはママにそっくりよ。はい、韓国かぼちゃって書いてある、はい、今日は食べない。韓国かぼちゃって書いてますわ。やっぱ韓国かぼちゃ、はい、うん、はい、はい、そしてこれはチビランドちゃんも食べるかとは思って、うん、ホットク。何なの？ホットクです。甘いの。あ、でも中に甘くないやつが入ってるバージョンもあるんだけど、うん、これはもう王道な蜂蜜が入ってるホットケーキ的な、うん、そうそうそう、おやきみたいな中にこう具材が入ってる、うん、はいはいはい、屋台とかでなんかもう定番の、はい、
そしてそしてなんだか美味しそうだったからごま油、うん、韓国といえばごま油でしょ。ごま油なかったら韓国料理作れないでしょ。そうなのね。そうよ。あとこれは超有名なハニーバターアーモンド、これは超流行ったんですよ。おやつ。さあチビランドちゃんが食べるんじゃないかと思って、うん、これすごい流行りましたよね。たまつくさん、これみんな知ってる。落ちるかと思った。でも落ちてないんだから大丈夫でしょ。落ちないように座ってくださいよ。そしてこれは最近 CM でやってるから絶対に食べてみたかった。これ、はい、パフォーしてるでしょ。俺も CM で見た、はい、パクソジュンさんがやっている、はい、マンドゥ。あ、ちょっとご飯が炊けました。これね、ラスイチやったのよ。そう、おー、危ないとこやってん。あの、一番普通のやつね、中野菜と辛いのとかはまだあったけど、あったか、うん、普通は。これはヘルシーな豆腐と野菜が入ってるらしいです、うん、マンドゥです。楽しみ。日本の餃子の形に近いんだけども、うん、小麦粉の皮に肉や野菜を入れて包んでる韓国料理なんだって。マンドゥ、遊んでいいよ、遊んでいいけど、玉作りさんも今一緒のお仕事してるから、そうそうそう、一人で遊んできて、うん、一人で遊ぶのつまんない。じゃあちょっと藤原ランド終わるの待ってて、うんうん、応援してて。そう、はい、そしてそしてやっぱりこれを買わなきゃ始まらないでしょ。マッコリー、マッコリチセヨ。これも買ってこれね、これで飲むのが夢だったんです。あ、そうなんだ。やっぱちょっと3割増しで美味しそうに見えませんか、これで。まあ確かに玉作りさんもこのショットグラスを買ってきてくれてるから、キュンですやってるのって。ほら見て、キュンですやってる。映るかな、映んないか。あの、やってるね。でもこれなんかね、人工甘味料無添加だったんですよ、このマッコリ、はい、素晴らしい。そして、はい、今ちょっと解凍中だけど、うん、あ、そうだ、うん、大物見つけたんだよね。大物見つけて、これはね、普段の買い物だったら買ってないけど、うん、まあ企画だし、生作りも来るということで、うん、ちょっとね、すごいの買っちゃったの。カンジャンケジャン、すごい、はい、こちら、渡りガニ、うん、渡りガニ、渡りガニの醤油漬け、渡りガニ、渡りガニの醤油漬け、はい、これ本当に本場で食べたら美味しくてね、うん、この殻の中に卵がこうやってほら写真通りいっぱい入ってるわけ、そこにご飯を入れて食べたらすごく美味しかったんです。それで炊けまして。そうなんです。本当に美味しいのよね、うん、向こうで食べても結構いい値段するんだけど、これはね、なんとなんと、これ日本国内手作りだったんでございます。だからなんか余計いい、1万円ぐらいするのとかもあったよね。あったあった、うん、でもちょっとさすがにそれは買えないから。そうなんです、これはね、2980円、1キロで、これ でもまあ手が出る、そうだね、金額もうカチカチの状態で売ってたんだけど、はい、解凍済みでございます。はい、で、嫁ランドメイン、裏メインですね、これ。はい、これはもう買わなきゃ。本当はもうちょっとドラマに出てくる、うん、これぐらいのスティック状になってるやつを探してたんだけど、うん、やっぱちょっと1万円超えるやつとかもあってちょっとさすがに無理だったので、2個買いました。そのうちの1個、私がすごく信じている高麗人参のお茶ね。いやいや、こっちのコメントないのよ別に。なんで続けて言うてくれんと、マジかとはならんのよ、うん、綺麗になるだろうと。あと、タンスクリさんと一緒に飲もうと思って、うん、高麗人参ゼリー、うん、なんかそう、効きそうでしょ。これは美味しくないから、あ、美味しくない、どうなんだ、土なじするゼリーだって。子供が美味しい美味しいするゼリーではないから分かんないけどね。これをちょっと美容にいいんじゃないかな、まあでもオリゴ糖だなんて入ってるね、はい、うん、美味しくないよ、子供には。子供は飲まないよ、土臭いから、うん、もっと元気になっちゃうから、夜寝なくなっちゃうから、そうそうそう、という、ラインナップでございます。いくつか選んで食べていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、登録ボタン押してね。さあ、ということで、うん、出来上がりました。美味しそう。ちょっと相変わらず雑でごめんね、置き方が。あ、待って待って、はい、じゃあいただきましょう。ヨメランドマッコリでいい？いいよ。ヨメランドちゃん、こっち飲めば、ほら、イエスマートで買ってやる。すごい、みんなに紹介したら。じゃあ、タマ作りと私はチャミス。あ、すいません、熱いかな。あ、いや、いいです。あ、すいません、はい、ちょっとみんなチビランドちゃんが買ったジュース、はい、これはなんかポロロっていちご味。どう？うち？じゃあ餃子食べてみる。乾杯。乾杯。
まい。うん、久しぶり。飲んでごらんなさい。美味しい。めちゃめちゃ美味しい、このマッコリ。危ないな、お前。頼むで。クイクイ系。クイクイってあかんで、これ。なんでいいじゃん、お家なんだから。いただきます。たまらんね、この器。じゃあこのキムチの元のであえた。そう、本当にキュウリをぶった切ってあえただけです。程よい辛さが。いただきます。あ、これチビランドちゃんだ。いただきます。程よい辛さ。はいはい。美味しい。やっぱあえたてがええな。うん。うん。玉造りさんのどうぞ。ちょっとこれ食べたい。じゃあ。韓国かぼちゃ。今まではズッキーニで代用していたもの。売ってないもの、日本のスーパーで。いただきます。でもズッキーニで全然一緒じゃない。でも味が濃い。ああ甘みはこっちの方が強い、うん、ズッキーニの方がちょっと水っぽいもんな、うん、でも値段はズッキーニの倍ぐらいします。300円ぐらい1本。あ、そうか、高いな。でも激うま。え、玉造りさんも食べて。私が作ったんですけど、おいしい。じゃあ餃子いっちゃおう。うん、マンドゥだっけ、うん、何さんだっけ、宣伝してんの。パクソジュ。パクソジュさんが食べてる、はい、これ水じゃん。水じゃないの、お酒なの。ドゥマンドゥだからドゥーって言ったんだけど、ねえ、見てないで。ドゥシュームねえぐらいうまいこれ。え、おいしい、うん、もちもち皮結構厚みあるなと思ったんだけど、すごい野菜系の餃子。うん、うまい。うん、おいしい。待って、これ生協の餃子とどうしよう。ええー、勝負やな。全然違うけど、なんか中に春雨とか入ってるの。これなんだろう、この透明のやつ何、春雨、うん、めちゃくちゃ美味しいじゃん、これ。これうまいな。おいしい。でも値段高いけどね。うん、1000円ぐらいするよね、1袋。店なくなっちゃったけどさ、うん、俺らが大好きやったジャンボ餃子、ジャンボっつってもこれぐらいなんだけど、うん、1個、おっさんが出してくれる餃子で、もうおっさん餃子って俺は呼んでるけど、うん、そこの感じやな、うん、この春雨入って、うん、うまい。おっさん何してんだろう。勝手に決めてくんねんけど、餃子とビールだよね、うん、でも勝手に決めてきはんねんけど。そう、あとおすすめ。あと唐揚げも食べるんでしょ。おすすめよって言ってね。うん、うん、はいって言うしかないね。でも本当にいらないやつ、うん、今日それいらないって美味しいね。チビランドもめっちゃ食べてる、うん、もう食べる、バクバク、うん、お米食べる。あー、ごめんなさい。めっちゃ美味しくない。うまい。これ食べよう。エゴマの葉、うん、うん、どうした、辛いのダメ。こんなもの子供に食べさせたら虐待だわ。虐待だわって言いそうだけど。辛い。それは辛くありません、ちっとも。うん、うん、うん、おいしい。うまい。あ、ご飯食べた。これもちょっとご飯っていうね、うん、うまいね、これ。おいしいでしょ、玉造さん、これ。こっちも開けて、パパ。エゴマの風味がすっごいしっかり出てる。最高。ちょっと待って、ヤスマート。すごいね。うん、楽しいわ。ご飯巻いて食べたいですね。ご飯巻いて食べたい。うん、あるよ。行ってきましょう。あ、すいません。あ、私も食べたかった。うん、ご飯巻いて食べたら超美味しいですね、玉造さん。これは白菜キムチ好き。美味しい。めっちゃうまい。酸味抑えめで、あの少なめで、少なめで、はい、薬膳の感じがある。薬膳の感じ、ありがとうございます。いや、うん、いる。薬膳の感じがあるキムチや。あら、めっちゃうまい。キビランディ振りかけかける。やったね。うまいのしかないやん、今。あの大物どうする。いくよ。エゴマの葉包んで食ってから。うん、うん、あ、ふりかけ忘れた。このエゴマの葉でご飯を包んで食べる。うん、もうこれしかないよ。ええこと言うわ、玉作り。うまいわ。めちゃめちゃうまい。どれどれ。あ、すみません、お先に。どうぞ。うん、これ取るのむずいね。美味しすぎますね。なあ、うん、やばい。本当だ。これ油断したら一袋いってしまうな。もっとどうぞ。この食べてみて、うん、これこのご飯に合う。うん、うまい。イエスマート美味しいな。なあ、すごいやん。この人見たことある。はい、もう一個食べる。餃子食べる、うん、あのメインを持ってくるね。うん、
いらないの？これどうやって食うんだろうな。書いてない。殻割るんだよ。メスコ。殻割って。わ、剥がすのかじゃ。で、真ん中からザクって切るでしょ。大きく。足があんまり食べない。だから身をしゃぶる。一番強いように。だから身を半分に切るでしょ。身って何？気持ち嫌だ。冷たいでしょ。じゃあ、パって。カニ食べろ言うてて、身って何って言われたの初めて。カニはもうパパ黒だから。奈良でもカニではないですけど。奈良に行ったらまあ騒がりやな。奈良は海ないですから。美味しくて箸が止まらない。美味しいですね。開けてみましょう。すごい。その汁って飲めたりするんですか？いや、しょっぱいと思う。あ、そうなんですね。マッコリ中性よ。振ってから、うん、おれおお、はい、ガッツリ、うん、でもね、足はね、そんなにね、食べる感じじゃない。体のところを。村口さん、韓国旅行に行った時に食べた、はい、食べました。本場の有名。そうそう、そんな感じ。メインはね、ここね。それ生きてる？うん、生きてない。ちょっと小ぶりだね。小ぶりなのこれって、うん、俺よく知らないけどさ。いいな。ね、うん。醤油の。美味しい。チンは味噌すごい。うわ、食べてみて。他の醤油、藤原さん。こっち、熱くないの？こっちは味噌すごい。あ、本当だ、いいじゃん、食べなよ。食べたことあるんだから、私は。そうそう、え、うん。足のところはなんかガガッと食べたんでいいじゃない。かぼちゃじゃない。かぼちゃじゃないよ。美味しいでしょ。はい、はい、どうぞ。いや、まあ、ここ交換しましょう。いや、いいです、いいです。いや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 、え、結構ありましたよ、こっちも。うん、ちょうど3や。あ、いいじゃん。ちょうど3。最高。ちょっと行ってみていい？行って、その本場と。どうやって食べるんですか、これ。何年も前。こういう風にすくって、うん、いただきます。うん、おいしいよ。おいしい。うわ、おいしい。なにこれ。カニ。なんですか。あ、それそれはね、韓国かぼちゃ。おいしいよ。食べなさい。すごいおいしい。おいしい。ご飯いきますもん、これ。うん。ここの甲羅のとこにご飯入れて混ぜて食べるとおいしい。カニって食べられんの？食べられんのよ。おいしいよ、パパ。まずかぶりついた。うん。スプーンでちょっとずつ作って。うん。おいしい。とろとろやん。うん。だって生だもん。まあ、漬けか、生のままの。そうそう。このちょっとお酒の感じもいいね。うん。そんなにね、たくさん食べるとこはない。ところが、これは小ぶりだから。ちょっと中めくると、こういうとろとろの。うわー、出てきた。身が。そりゃうまいわ。もっとね、大きかったよ、本番は。あ、そう。うん、でもちょっと食べるにはちょうどいいかな。うん、おいしい。噛んだら、身がビューって、うん、甘い身が。うん、そりゃうまいわ。生きてるお魚食べない。めっちゃ贅沢やな、これ。あ、ここいっぱい入ってる、ほら。でも指でギュッて潰したら出てくるやん。うん、そうそう。おいしいね。うまい。うまみしかない。うん、甘さと。うん、これはお酒が進んじゃうんじゃないの。すいません、早速いただきます。どうぞどうぞ。手酌で行き出してる玉作り。玉作りさん、お酒強いんですか。はい、めちゃくちゃ飲むんで。10時間とか飲むやで。あー、河村さんとよく前打ちついてた河村マネージャーと。もうちょっと手離れたら藤原のに。そうだ、預けて。でももう別にね、ポポだけで平気だもんね。まあ別にね、いけないことは。落ち着いたら行きましょう。でも全然私付き合えない、10時間も。じゃあここに何飯入れんの。すぐ寝ちゃう。うん、そうそうそう、ここに入れてで混ぜて食べるやん。そこにどんぐらいご飯入れるの。あ、でもどんぐらいの何ももうちょっとしかないから、これ。うおー、王様の締めやな。向こうでもこうやって食べたよ。あ、そう、うん、あの説明してくれるの、おばちゃんが、うん、ご飯入れて混ぜて食べなさいって、いただきまーす、早くやってみんな。
またこのなんかあの日本のとはちょっと違う。この間うちあのね、はい、怪我にぶっこんで、はい、あれとはまた全然違います。あれはあれでもう脳がおかしくなりそうだったけど、全然そんな玉作りのご飯あります。はい、よかった、全部入れると思います、うん、これはちょっと子供はお酒っぽいから、うんうん、いただきます。あららら、やだ美味しいわよ。あら、やだ美味しいでしょ。贅沢。もうカニの旨みを吸い込んだご飯の甘さたるや。え、でもこれ3000円だっけ。うん、いいね、1人1000円でしょ、うん、これいいね、全然、うん、ちょい贅沢の時にね、うんうんうん、ありあり。なんかおじさんの誕生日とかケーキじゃなくてこれでいいな。あー、言えてる。めちゃくちゃ美味しいね、うん、この絶妙の醤油お酒加減がね、うんうん、みかん食べる、うん、持ってきてあげるね。気を抜いたらこういうなんかキムチとかこういうおかずってご飯山盛りいっぱい食べる、うん、なんか韓国ドラマ見てるとあのすごいその柄の長いスプーンにたくさんご飯をさ、うん、作ってさガッて食べるシーンとかがあるのよ、すっごいそうなんだよね、うんおかず乗せてくれるじゃないですか。ああ、お母さんがね、オンマが、オンマが。あれやられたいですよね。やりたい。お魚、ね、焼き魚とかこのほぐして。そうそうそう。ないで。うん、そう、ちっちゃいの。かわいいでしょ。スイッチがけ作って。もう一回言って。あの、土がけ作って。土がけ土がけ何それ。きっかけのこと。ああ、なんかあれかなと思ったら、なんか土手の作業の工程のこと言ってなかなった。土がけきっかけのことです。職人さん、優秀な職人さんしかできへん。土がけ作っといてよ。ありがとう、土がけ、うん、これからも土がけって言う、うん、いいよ。これが、玉作りさんおすすめの、うん、もう1店舗スーパーあんでね、はい、イエスマート。そっちの方が、うん、いわゆるもう少しディープなの？そう、のものが置いてるらしい、ね、これはいわゆるイエスマートちょっとベタの方らしくて、うんうんうん、次はそっち行ってみよう。行こう、うん、どんなものなんだろう、ディープなものって。これいわゆるだからすごく分かりやすい商品たちよね、うんうん、よく見るようなね、うん、もっと本当に地元に根付いたようなものが売ってるんじゃないかな。うーん、楽しみ、一発で楽しみになった俺も。あれ興味ありません、あの運命のように君を愛してるで、はい、食べてたエイのお刺身。あ、気になります。めっちゃ臭いんだって、はい、っていう、それうまいの？わかんない、食べたことない。その臭い的なことなの？なんですかね、いや、ない、多分そうですよね。なんかその主人公の男女がいるんだけど、男性の方はよくこったくさん食べられるなみたいな感じで言って、で、相手の女性は妊婦さんなんだけど、もうどうしてもこれが食べたくてみたいな。エイのお刺身ですよね、はい、確か。エイの何か持ってこれんのかね、日本にその技術的にあるかどうかわかんないよね。そういう系のこうちょっとさ、ディープなね、うん、うんうん、また行きましょう、じゃあ。はいはい、ということでちびらんでちゃん、チャンネル登録お願いします。みかん食べてます。食べよう、せーの。すごい口から出しております。じゃあパパ言っちゃうね。チャンネル登録よろしくね、また見てね、バイバーイ。おー、素晴らしい、バイバーイ。ということでまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。タバ作りありがとう。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。